はい、どうも、伊崎龍です。バイオハザード RE2 続けていきたいと思います。前回、あれですね、歯車と怪獣機手に入れました。ではでは、アイテムを整理して、ちゃちゃーっといきますか。で、こっちにあれなんですよね、怪獣機をやっていきたいんですが、あれだな、あれ持ってこう。そうそう、これ ごちゃごちゃしてきたな。ちゃちゃーっと渡しましょう。あれね、やったね。ああ、びっくりした。ちょっともらったな。クリティカルヒットしちゃった。あれ？ボタン置いてきちゃった。おい、ボタン置いてきちゃった。で、あとあれだ、これであれでしょ、サイドパックなんだっけ、103か、ナイフね。サイドパック、イエーで、こっちはコンバットナイフと。グレネード置いてきちゃってもいいかもな。でもあれか、またリッカいたら面倒だし、持ってった方がいいか。おお、ブルット。 で、次はそうだ、資料室行こうと思ったんだ、さっき。ああ、忘れてた。ちょっと資料室行きますわ。多分なんかって、あそこ取るためにビビるのもあれだよな。ゾンビいないよな。鍵か。あ、違う違う。ほい。使い切った。ほいっと。あっちに手榴弾もんじゃ。手榴弾で、ハンドル、あとは鍵なんかあるわ。うわ、びっくりした。扉ドーンになったの今。で、ちょっと待ってね。それで、ガンパウダー置いてきちゃおうか。あとはこれか。これも取ったりしたいけど、
じゃああれか、ここ中通ってっか。あとは2階のあれだね、2階にある金庫もう欲しいとこだけど、外か。ちょっとびっくりしたわ。ガンパウダーどこだっけ、こっちか。混ぜちゃおうか、たまねえし。よし、でこっからじゃあ2階にこの非常階段通っていこうか。緑のハーブあるわ。中居ましょう。気のせいか。右側から足音がするな。とりあえずこれを確かメモかなんか取ってたと思うから、どれだっけ、これだ。左6、右2、左11。左6、右2、11。はい。マガジン？まあ、いっか。で、次は、そう、図書室のクランクをやらんとね。マービン死んでんだろうな、あれ。どう考えても近寄ったら起き上がるやつでしょ。そうだ、ロングマガジン取ったし銃取るか。そこに確かあるでしょ、ボックスがあるでしょ。やば、足音が来るか。これせっかくだしこっち使ってみるか。でちょっとこっち置いといて、確かこれなんつうの、こういうのをつけ、これをつけたりとかすると弾が増えたりするような気がしたんだよね。来そう。どっから、あ、そっちか、やべ。一回逃げます。クラッチつけるか。よし、OK。 撤収。とりあえず避難。
確か、スターズのオフィスが安全な場所だった気がするんだけど、どうだったかな。2階から来るのマジでやめてくれ。やば。1階、会社室まで逃げます。ここまで来れば来ないっしょ。あー、怖い。とあれだな、こう置いとくか。あ、でもあれか。さっき陸海の声したから持ってた方がいいか。うわ、来てんな。めっちゃ探してる。めっちゃ探してる。怖っ。今2階にいるな、これ。で、多分こう降りてきてる。あ、こっちに行ったね。どこだ。おお、そこにいるやん。おお、怖っ。ちょっと安全になるまでカットしますわ。 大丈夫かな。左から落としたんだよな、今。出ないでくれ。ああ、タイランド怖え。タイランド怖えよ。探してるやん、タイラント。多分この辺のドアだね。多分今ここかここに今調べてるね。違う、目の前にいるわ。右に行ったね。右入ってったね。怖っ。結局これ取れなかったね。怖くて。
戻ってきた。あー、マジで怖い。怖くなると、ほんと喋れなくなるかもな。上か。どこだ？嫌な予感がする。嫌な予感がするよ。後ろだな。やっば、いった。やっば、弾保持しちゃった。まあ、いっか。やば、来た。こっち入ってくるのかな。ちょっと試すしかねえか。入ってこなかったけれども、ゾンビは来んのかな。修理業者の作業計画書、修繕対象、警察署、西側の時計台。文化財としての高い価値を鑑み、修繕にあたって専門の技術者を招く予定です。本格的な作業は彼の到着を待って開始します。ただし留め金が激しく劣化し危険であるため、落下防止の処置のみ緊急で行いますと。なるほどね。ああ、なるほど。こんな感じになってんのか。で、あれか。目的のもんは。これか。動いた、動いた。うお。足棒が。剥がじゃない、降りてきた。怖っ。多分絶対場所分かってるよな、これ。うん、歯車あった。今歯車なかったな。こっちは？フラフラっすよ、クレアさん。ガンパウダー。
でかいやつ。おー。あー。これ壊したんですよ。1回目実は取り直してて、これ、取り直した時にラクーン君をナイフでしばいてるんですよ。で、結果的にまさかなくなるとは思いませんでした。なぜ撮り直したかというと、このゲーム音声が全く入ってなくて、仕方なく撮り直しました。全く困っちゃいますね。へこみますわ。自分のまいた種なんですけどね。てか、こっから手伸ばせば取れそうな気がしないでもない。でもないか。で、これをここに刺して、これでここの機械が動いたと。で、あれか。そこの歯車か。それにしてもこれ使いづれ。集団してるのは見えないから。やっぱ分かんねえから。使いづらいな。あっちの小型の方にしようかね。にしても、ああ、こんな感じか。緑ハーブ蒸しちゃっとくか。声、徘徊してるよ、あいつ。この辺を。ガラガラガラ。回ってるよ。回ってるけど。荒ぶってんな、金の値が。That worked. よし。大成功なんかどうか微妙だよな。まあ、これで部品が取れたということやね。調べる。こっちだっけ？あれ、こっちだ。ああ、問題は外にゾンビが2体いるっていうことかな。やばい、足音聞こえた。リロードしちゃうな、癖で。あ、外した。
やば。一回入ろう。これで組み合わせて弾ちょろっと復活したね。来たか、もしかして。うん、これで、あ、ここにハーブあるね。持ってってここ開けて、こうでバルコニーのハーブ取れたらいいね。ブルーハーブ、わ、来た。むしろ後ろから来てくれた方がいいか、この状況だったら。てかブルーハーブ、いや、グリーンハーブ取るの忘れたんですよ、結局。とりあえず下まで行くか。まあブルーハーブまた今度な。電気部品をはめに行かないとね。あれ、さあもう一個箱の中に入った気がするけど、どうだったっけ。入ってない。あれだ、普通にこっちだわ。で、確かこんな感じ。パズルは得意なんですわ。ほらね。ほい。誰やねん。 Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Where's that? In the neighborhood. You'll find it. Sure, you all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. すごい勢いで切ったな、今。Stupid kid.If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. そしてまさかのシェリー編っていうね。まあでも時間がいいとこなんで、今回ここまでにしたいと思います。それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。